もぎり姿が板についてきたやんか。そろそろ次のステージへ進む頃合いやな。あての売店技術の全てを叩き込んだるわ。叩き込む？もしかして今からですか？卸しに仕入れ、ついでに小町流交渉術全部覚えてもらうからな。わかりました、勉強させてもらいます。おう、素直な神山さんは大好きやで。すごかったですよ小町さん、あそこまで握るなんて驚きです。あはは、もっとやもっと、どんどん当てをよいしょしたってや。もっとですか？よっ小町さん、世界一。大きく出たな神山さん。あー、気分やな、ほんま楽しいわ。なあ神山さん、あてと二人で売店やらへんか？え？それもいいかもしれませんね。ちょっと戦いに疲れたかもしれません。せやろ？美男美女の売店員として漫才しながら物を売るんや。きっと楽しいで。よし、俺早速すみれさんに相談しに行ってきます。あ、あかんわ。ちょっと待ってな。どうしました？大変なことに気づいてもうた。神山さんが売店やったら誰がもぎりをするんや。あ、いや、楽しかったな神山さん。それに荷物持ちもありがとうな。ほんまに売店で雇いたくなるで。せやけど今日いろいろと付き合ってもろてようわかったわ。神山さんはやっぱり花組の体調がぴったりや。売店には到底収まらん。そうですかね。あては帝国歌劇団花組隊長の神山さんが好きなんや。胸を張りーや。はい、ありがとうございます。でも仕入れが大変な時はまたこっそり手伝ってな。やりました。その時はこの神山清十郎勉強しますぜ。最高やで。